皆さんこんにちは。鍵を閉めてトイレをしているときにポンポンってノックしてくる人、よくわかんない吉純です。今日やってる企画なんですけども、こちらです。デデン、すごくないですかこれ。うわうわ、めっちゃ映える。やばい、鮮やか鮮やか、ほらすごいでしょ。これです、ブラックホール卓球。ついに借りちゃいました。なのでこれをワッタとタクオとサティオと僕の4人でダブルスでブラックホール卓球を、はい、ダブルスでブラックホール卓球をやっていきたいと思います。ルール説明なんですけれども、ラケットのサイズ、これが多分 LL だよ。うん、あ、壊さないね。これが A かな、うん、で M、 M、L、 L。 あー、なるほど。 LL を使う人と組む人はこれを使わないといけない。あー、なるほど。これを使うのはこれ。グッドスパー。はい、じゃあお願いします。それぞれチームがどっちを使うか決めましょう。じゃあ、先生さんにチャッチ。はい。だから違うよー。先生どうぞ。最初はグッ、チョキ、はい。はい、ごめん。はい、はーい。いいよ、それなら。ってことで、タクオとユージくんペアは M と L のラケットを選びました。ということで、ワッタ先ほどチームは S と L のラケットという形でラケットが決まったので、やっていきたいと思います。おはようございます。ということで、やっていきましょう。おい、ちょっと怖いから、怖いから、いや、あとラケットがいけるし。ふぅ、さあ、ふぅ、
お願いします。お願いします。よし、さあ、さあ、おい、めっちゃ飾って飛んでった、ごめん。神経使うよ、はい、バカなさん入れるの難しいね、はい、ってことで皆さんもこのゆるスポーツでブラックホール卓球というのがあるので、皆さんよかったら遊びで、あのこれはちょっとね借りたりとか買ったりとか基本はできないんですけど、まあ、できる場所がねあるので概要欄に載っておきますので、よかったら見てください。ってことでブラックホール卓球選手権、一番弱かったのはタコ TV でした。イエーイ、yeah.